いやどうもとかのテタとギョウとジュンソムシメガタ。皆さんテレビを見た時に大体 CM の最初か最後に企業名をなんか歌うやつあるじゃないですか。コージマとかドギーマンとかローソンローソンみたいな、2回言うってあの発想すごいと思うんですよ。今回ですね、他の企業でああいうのがない企業もあると思うんで、それをわしらで考えて、ものすごい秀逸なあれを考えていきたいと思います。あれはなんて言うんだろう、あの位置。動画タイトル困るんだろうなこれ。企業の名前のやつ考えていきたいと思います。はい、意外と5分とかできてんだから。いいの舐めてるよ。思いつける？セブンイレブンいい気分、うん、とか言える？散歩しながら思いついたんだから。でも舐めてる、本当に舐めてると思う。僕は意外とそうなんだって。じゃあ負けれんね、これ。負けれん。こんなに腐ってるやつなら絶対負けれん。今回完全に寮の判断で誰が一番頭に残る秀逸な企業のやつか判断してもらうんですけど、寮も参考に一応言ってもらいます。まあ戦いはここでいいけど。なんだ俺の位置すげえ大変じゃねえか。じゃあまず一つ目、はい、八丁味噌。おー、八丁味噌。いやめだ、何考えても政教新聞になっちゃうわ、これ。なんで？ちょっとみんなさ、一回こう耳つぶって、あーって言ってて。一回やってて、お願い。ダメだ、なんで？動画再生でお願いします。僕らそれできるんで。なあ、ほら、ずるいや、音楽家。もう、音楽家を舐めてるや、それが。漏れてる、漏れてる。できましたか？はい。哲也さんからいきましょうか。はい。これ CM の最後です。八丁味噌。ドミノピザですね。嘘。じゃあ続いて、としみつさん。はい、お願いします。これ CM の、あれも最後かな。じゃあ最後で、はい、でん、よー八丁味噌。いや、ぽいっちゃぽいな。わかるよ、わかるわかる、ありそう。続いて最後、まあ僕も CM みたいな感じ、CM の最後みたいな感じですけど、ちょっと大人っぽいというか、八丁味噌。すげえ似てなかったもん。落ち着きバージョン、ね、じゃあ3人の中で一番優秀な CM のあの部分を決めてください。うーん、としみつさん。はい、これはとしみつの方が一番印象に残ってる、ね、個性ありますね。大きい声出しては勝ち。ちなみに両選手のやつは、俺か。これ CM の最後ね。はい、八丁味噌。ちょっとダサくないっすね。よコカ・コーラ。コカ・コーラ、ついな、コカ・コーラ。コカ・コーラ。じゃあ今度はこっち側のミスさんから。コカ・コーラって全員知ってるから、キャッチーなメロディーに乗せて覚えてもらう必要ないわけですよ。だから、はい、CM の最後にコカ・コーラです。もうアウディ岡崎と同じ。あー、分かります。続いて、たしみさん。なんかコカ・コーラってちょっとかっこいい、そういうね、ちょっとこういう感じのイメージがあるじゃないですか。まあ、ファイティングポーズみたいな感じのイメージがある。強い感じがね。でもみんな知ってますから、はい、いきますよ。はい、はい、そりゃそうだ、コカ・コーラ。負けちゃったじゃん。あ、でもまあ、じゃあすげえ系統が似てるかもしれない。はい、想像してください。ネバーイズフォーエバー、コカ・コーラ。意味がわかんないじゃん、何ネバーイズフォーエバー。なんでネバーを死語で使ってんの。俺これに勝敗つけるの。むずいむずいむずい。消去法なんですけど、虫さんですね。嘘でしょ。コカ・コーラ。最後問題いきます。はい、博多の塩。博多の塩。どれだけすごい方言うのも、あれが。え。うわー、なんて勝負いいと思ってんだ。まあでもこれは意外と簡単だよね。おお、マジで意外と簡単。やばい、それになっちゃう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 。ああ、はい、来ました、俺今来ました、パッて。お、これだ、今行った方がいい、今行った方がいい。じゃあ、哲也君。はい、これ CM の最後、言います。はい、はあ、博多お塩です。どうでしょう、博多の塩って商品名ないのよ。じゃあ続いて、はい、牛さんかな。まあ、はい、せーの、博多の塩。ありそう、なんかありそう。僕はね、逆にもうあのインパクトを超えるとしたら、もう 逆に可愛い女の子みたいなあれを思い浮かべて、静かに博多の塩。はいはい、あーあーあー、なるほどね。では勝者、はい、博多の塩。なんもう無理だよそりゃ。なんだ、ちょっとめっちゃ期待しちゃったじゃん今。はあ、博多お塩です。それでは最終問題いきます。はい、最終問題は東海オンエアです。うわ、東海オンエア。マジか、東海オンエア欲しいよ。もう博多に囲まれてる今。いや、先に行きたい、怖いもん。じゃあ虫さんどうぞ。ちょっとじゃあこれ一人じゃ言えないんで協力してほしいんですけど、ちょっと良きところで海音って言ってください。いきますよ、東海音エアー。
まああれじゃないですか、ドドンに当たる語り口かな。うん、アイキャッチっぽかったですね。トゥーカヨンエアー。じゃあ俺いきまーす。はい。声が東海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 みたいな感じで、うん、全員で東海オンエアみたいな。でこれの応用点として、例えばフィッシャーズとコラボしますよね。東海東海フィッシャーズ、おいやめろやめろやめろみたいな感じでごちゃごちゃも出せるという。じゃあまあこんな感じということで、東海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 オンエア。こんな感じ、そんな感じ。イメージは使えますね。はい、じゃあ最後わし、これ完全オープニングかなって感じ。そう、T-O-K-I-O-N-A-I イエーイ。優勝者発表してください。発表します。ドカイオン、イエーイ。カイオンなところをなんかそこの動画で活躍してる人とかなんか仕切ってる人とかそういう人で言ってほしいよね。なるほど、ね、カイオンの効果音欲しいよね。あー、カキン、いるかな。いやせっかくいいのが出たんで、明日の動画のどこかでそのトーカイオンエアーを使いましょう。恥ずかしいわ、恥ずかしいなそれ。ちょっとこういう企画やって久々に思い出しちゃったんで、今まであんま使ってなかったエンディングとか使ってみますか。はい、たくさん候補あったんで、編集してる 今編集してるわしの気まぐれで今日はこのエンディングで終わりたいと思います。どうぞ。おしまい。ティ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 、おしまい、おし、おし。